はい、こんにちは、高井です。片足スクワットをね、先日紹介したら、結構いろんな人がね、片足スクワット自分もチャレンジしてるというような、声を聞きましたので、今日はもう一種類ね、新しい片足スクワットを紹介していきたいと思います。まずね、足を組んでください。膝の上の方にね、足首をくるように組みます。この状態から下に降りていきますね。でこの時にお尻のストレッチも兼ねてます。ぐっとお尻が伸ばされたのを確認して上に上がってきて、その後つま先でカープレイドのような動作を取りますね。こう沈み込んでお尻を伸ばしたら最後カーフレーズ、かかとを上にグッと上げてあげます。今回紹介したね、片足スクワットは、前回のものよりもかなり簡単に誰でもできると思います。左右25回ずつ3セット行ってください。以上です。